書いてある3種類とあともう2つのご用意があります。まず1つは飲みやすい。もう来てないですね。うわまず手前にありますのが本日お魚でサワラになっております。で奥にありますのはスクナカボチャ、左側にありますのがダークレッドビーツになります。美味しいね。これはうまいですよ。野菜だ。うまい。今あるのだとあとはムスタンですね。ムスタンとキングフィッシャー、はい、美味しいですね。全部魚ですか？そうです。これはそうです、魚の。これご飯にかけたいな。ぜひよかったらそのお皿だけ置いといていただければ。この酸っぱさがいいですね、はい、ありがとうございます。あーうめえ。これじゃあね、残してごらん、このタレを。美味しい。インドカレーって言ったらもうほらバーって食べてね、ランチに帰るってイメージなんで、あんま夜も行かないんですけど、これはね、ゆったりね、こういうビールとかね、飲みながら、あ、やべ、すいません、これいきますよ、ムスタンク、かっこいいよ、このラベル、これかっこいいですよ、これ、ムスタンク、車ではもあるけどね、ムスタンク。じゃあちょっとこれをね、行ってみたいと思います。まずはマスタンク、ネパールですね、これ。ああ、どれ飲んでも軽いね。軽いっていうか、軽くはないんですよ。度数はあるんだけど、日本のインビールよりも日本のビールじゃない癖があってスッと飲めるから、自分的にはこっちのビールのが好き。美味しい。海外のビールいいな。インドのいいね。インドのビールも美味しいですよ。ここネパールですけど、バナナチップ。英語の正しい場合、英語版にコメント直してくれるんですけど、すごいな、これ。王様ですよ、王様。王様になっちゃいました、急に。じゃあちょっといただきますかね。まず、どっからっていうのが、さっきもね、残してたタレもありますからね。あと野菜、レンコンとなんかオクラみたいなのが入ってる。結構どこは。あ、うまい。あ、美味しい。これ野菜。これ野菜の美味しいですよ。これレンコンとオクラかな。美味しいですね。これか。どれが、これがまあ野菜ですね。あ、すごい。でも、繊細。あ、これ美味しい。この緑のもね、美味しい。これは何なの？ほうれん草じゃない？ほうれん草ですかね。だから俺インド人は全部混ぜ込んで
手で食べるんですよ、ぐわーって。それは僕インド行った時はやっぱりちょっとやれなかったね、まあ、やってもよかったんですけど。今日でこれで 1,2,3,4,5,6,7,8 2種類来ましたね。さっき魚の揚げたら前菜みたいなんで、これ漬物かな、レンコンとなんか大根みたいな。まあ、美味しいね。あ、こんな今日はいちいち美味しいな。これですよ、チキンカレー。これチキンカレー、カルダモン、スパイスの香りがすごい。だけど混ぜちゃうともったいない気もしますけどね。うん、まあでも最後になってったら美味しいでしょうね。今度やってみようかな。普段は結構アジとか使ってやってる場合があるんですけど、これすごいね。なかなかインドじゃないですもんね、このサンマカレーの。うまっ。この酸味がいいですね。なんか日本の味にはないこの酸っぱなんて言ったらいいのかな、こ独特の味なんですけど、何に近いのかな、これな、梅ソースみたいな感じですかね、わかんないね。あ、うん、ちょっと梅干しもうちょっとまろやかしら。はい。いやー、これ。これもいいんだよな、このタレ。全部見えちゃうなね。最後じゃないんですけど、この箸休めでフルーツマヨネーズ美味しいな、うん、こんなクオリティ食えないですよ。これはね、これからインドカリーって分かります。こんなに作ってるインド人はもうね、少なくなっています。まあ、考えてみたらね、この日本人の繊細さを使って作ればないかな。まあ、またインドすごい人いると思うんだけど、ごま油入ってるな、これ。インド行った時は結構食ったんですか、これ。毎回食べる、毎食。いや、カレーしかないですよ、本当に。はい、昔タイ行った時に、エアインドっていう超ボロボロの飛行機乗って、もう旅行会社に脅されながら、落ちますよって脅されながら、エアインド乗ったら、もう水とか本当投げられましたからね。シューンってこう、スチュワーデスです。で、キャンディーとか出るんですけど、カレー味でね。もうね、本当ね、何でもカレーですよ。独特な癖がありますね、どれもね、ちゃんとは。香辛料のこう違いがありますね。どれも同じものないですね。
あ、混ぜ込みうまいな。いや、混ぜ込みすごいな。あの、それぞれちょっと違うこの味を混ぜ込んでいくと素晴らしい味に変化する。あ、いや、あ、混ぜ込みうまいですね。集約したおじやみたいになりますね。うん、いい表現。うん、おしやみたいになるわ。あー、うまっ。うまっ。これはうまいな。コーヒーですよね。これコーヒー。これはうまいな。甘いコーヒーですけどね、苦味もあってコクもあって、これやっぱ海外のコーヒーですね。これはうまいわ。このプリンはね、カルダモンって言いましたっけ、なんか、うわ、スパイス効いてうまいな、スパイスが。カレーのね、香りもすごいするし、カレーの香りとかシナモンとか多分スパイスですけど、大丈夫かな、かわいいね。うん、うわ、なんかただ甘いだけじゃなくて苦味とコク、日本じゃないやつだなって思いました。うん、このプリンは正解でしたね。このプリンは甘い。さあ、本気出してきました、レコード。いや、本当に美味しかったですね。おいしました。大満足ですね。